はい、皆さんこんにちは、あちでございます。信長の坊戦国立志伝ね、やっていきたいと思います。今こんな感じですね。もう私のライデンさん、もう結構かなりいい感じでいってんですけど、でもまあまだ競合はね残ってますので、でちょっとね、私東も行かないといけないねっていうような感じでね、東の出張も兼ねまして、やっていこうかなというところで、ちょっぴり今邪魔になるのが武田さん。ここは外籍なの、あ、え、違うわ。そうだ。どっち邪魔だろう。どっちか食うていこうかな。食うていきたいよね。というのもですね、ちょっとこっちの方向も方面でいろいろごたごたがあったもんですから、ちょっと、あれだね、どうしようかな、こっちはもう一個別の方面に任せた方がいいのかなとかも考えながら、あとね、あと私何か開いちゃった、このゲームで。あのね、もっぱつ作業ゲーになる要素を開いちゃってしまったので、もうかなりグダグダになる可能性はありますので、ご容赦ください。もうあまりね、ちょっとなんだかなと思ったらやめようと思ってるんですけど、ただね、このシナリオ結構面白いんですよ。このシナリオとか今回のこれ結構ね、私がやった信長の中ではなかなか面白い部類に入ってるので、ちょっとやっていきたいなと。で、ちょっと裏でもねやってて、そこでちょっと花開いちゃったもんですから、それも採用していこうかなと思っております。今現状はですね、こんな感じですね。これは私の舞台じゃないんですよね。これは、違う、私の舞台か。で、ちょっとね、彼ら北条さんをちょっと痛みつけないといけないのかなとなってきてますので、で、その前にできればね、どっちか潰しにかかりたいなと。ちょっと飛び地になってんでね。で、それを収めるんだったら、あれかな、武田さんぶっ潰した方がいいのかな。で、そんなことも考えながら、今度私西に行ってたんですけども、こちらね。こちらで私西に行ってたんですけど、あ、これは私の舞台だね。西に行ってたんですけど、急遽、東に戻ろうかなと。あとあれだね、うちのたまちゃんが思ったよりほど積極的になってくんないので、ってとこですかね。で、まあ、じゃあ何していくのと、まあいつも通りですね。いつも通りやっていくのは間違いないです。下方を与えましょう。あ、大丈夫。で、内通ですね。寝返らせる、あ、寝返りか。寝返りはいいですね。あとどんぐらいやってますかと。毛利家か。まあいいでしょう、毛利家ね。でも私、東行っちゃうぞってなったんですよね、確かね。で、毛利さんとも仲良くしてるんですよね、今ね。確かね。なので、てか、東、のぶり任せてもいいかな。でもどうだろうね。たまちゃんがちょっとね、動き悪いんで。で、外交見てみましょう。あ、困惑してんだね。そうだ。そうだ、困惑してんだね。工作してますか？あ、してるね、私が。ということは、やっぱり、後で結んで、引き返そうと。あ、なぜか知らないんですけど、裏でね、信長でやってたんですよ。ノブリンで。ノブリンでやってたらですね、なんかね、やり方間違えたんでしょうね。もう、浅井さんと、秀吉さん、以外のところが全部、もう敵視に変わっちゃいました。どうも何か私が裏切ったみたいですね。もう全部が敵視に変わりました。ちょっと何か間違えたんだろうね。というところでなってましたので、さあ、じゃあね、彼らは防衛するのかな。そうだね、多分彼らが攻めに来てるんで、来てるんでしょ、これ本桜城。あれ違うね、彼らどこ行くんだ。あ、いや、どこも行かないね。どうするつもりなんだろう。あ、そうか、ここ取ったんだ。奪ったんだ。奪ったから、あ、でもここし、あ、そうか、今連合組んでんのか。だけど、秀吉さん連合入って食ってないんだね。そうか。じゃあ外交で、交渉、連合入んなよっていう感じで、無理か。
EU 連合入んなよみたいな感じで、ね、いけるかなと思ったんですけど、で秀吉さんとかも工作行ってるでしょ。あ、行ってますね。うん、じゃあまあいいでしょう。でね、今回私が今回からやりそうなことをやろうと思ってることが、これやったらめっちゃ強くなるんですよ。まあ、めっちゃというまではいかないんですけど、めっちゃというまではいかないんでしょうけど、いや、底上げできるんですよ。これをやるとね。それを今からやります。もうね、全拠点でいいでしょう。いいんですが、回収。ここだけ開けます。本当はね、そうだ、ちょっとこれだけやろう。このゲームちょっとバグあると思うんです。バグというかね、バグじゃないのかな。これをね、取り消しますね。で、まあ、これはもう、関係ないです。もう、仕方しておいてください。で、これ全部外しました。で、そうするとね、人書って出てくるんですよ、これ。で、人書っていうのは何なのかってなると、こういう感じで、いろんなところを含めることができるんですね、こうやって。で、それはいいんです。いいんですけどね、なぜか、内政の委任で、全拠点指定するでしょ。で、ここ人書ってあるんで、ここ開けるじゃないですか。で、もともと委任拠点だ、あ、拠点だ、拠点委任。委任の拠点は、人書丸入ってないんで、委任はできるはずなんですよ。これと一緒で。整備と一緒で。整備と一緒なんですよ。なので、本来人書できないといけないんですけども、ね、例えばこれ整備入れても整備できるでしょ？整備やってたでしょ、今まで。でも、ここの状態でも本来は人書できないといけないんですけど、人書できないんですよ。じゃあ、いいやって、外したらできるんだよねって言って感じでやっても、人書が消えます。ね。人書を築けるものがおらぬようです。これ多分バグですね。委任で人書ができないっていうバグになると思います。なので、これ取り消して、で、整備と同じような扱いにしてるのにできなくなります。ね、これ整備と同じなのにね、整備はできるんだけども人書はできなくなっちゃうんで、まあこれ今委任を外したのでできるんで、人書は結構これ大事なんでね。実はこれ大事なので、こうやって当てていきましょう。前線で人書をね、やるのはあんまり良くないんですけど、なんでかというと、敵さんがね、すぐ寄ってきて、通り過ぎるだけで人書ぶっ壊れるんで、もう、うちにある分をやるべきだと、私は思ってますんで、こういう感じでね、どんどん人書をやっていくと、人書をやっていくと、人の流れが良くなるんですが、まあ、ちょっと言うと、お通じが良くなるのかな、という感じで、いい感じになるはずなので、で、どんどんやっていく。ほんで、私の本拠地はキオスなんだよね。まあ、岐阜城でもいいんですけど、まあ、こういう感じでね、どんどん人種を増やしていくと、だから私、これだけではないんですけど、これはね、一回やるとほとんど終わっちゃうんで、これどっちにいるか悩むんですよね、めちゃくちゃ。まあ、近い方に入れちゃおう。これ人口が増えるんですよ、人種があると、チラチラ。なので、まあ、何十人程度しか増えないんですけど、ただでもこれはね、やるべきだなと私は思ってて、今この状態になるとね、すんごく飽きまくってんでね、ただこのパートこれで終わるような気がします。よいしょ。で、よいしょ。で、今度こっちで近い方に入れちゃいましょう。はい。なので、このパートはこれで終わるかもしれないですね。だからね、もう作業芸になっちゃいますね。だから、ね、見てて、なんだいそれってなりそうな感じはするんですけどね。まあ、どちらかというと雑談でね、雑談やっていけばいいのかなと。でも私、こんなことやりながら雑談できんのかなという、ちょっとした不安もね、あるんですけどね。まあ、とりあえず人種を増やしていきましょう。もう人種取れないよっていう、もう勘弁してっていうぐらいまで人種で、これめちゃくちゃ思ってるでしょ。だからこれ、委任してるとダメなんですよ。で、ただですね。あ、これ使えんのかな？はい。あ、いった。丸亀の要所に人書を築きます。はい。うん。で、いいんですけど、これまだでもいけるでしょ。あ、もう押せないんだ、これ。他、丸亀の周り押さえてくれましたけど、ここの周りのが全然ダメなので、ねえ、これはまあ、あれと一緒ですけどね。道路の舗装っていうか、整備とね、一緒です。道の整備と一緒ですけど、ちょっとこの辺がね、なんでしょう。中途半端な状態だなーっていうことで、納期に負けたかなと。多分ね、上の方はもう、早くしろって言ってると思うんですけどね。ねえ。
でまあ、うん、こういう感じでね、これもやっぱり、ね、いっぱい空きがあるんで、ちょっとやっていきましょうね。これやってると間違いなく底上げになるんで、もうやった方がいいと思います。ねえ。で、キオス、ね、キオスも入ってないでしょ、全然。これ私の本拠地なのにっていう感じでね。これもキオスでしょ。だから毎月来るたんびにこれやってれば、なんとかなんのかな？なったらいいんですけどね。もう10分でしょ。これは大垣城ね。やっぱね、信長やってて思いますわ。このゲームやっぱ信長一番強いですね。なんて言うんです？このゲーム、大名から始めたらかなり苦しいんですよ。領地を持たないので。領地持たないのでかなり苦しいんですけど、信長イケイケでいきますからね。もうおせおせでいけてるので、さすがだなぁと。渋沢孝さん、やっぱ信長のことめちゃくちゃ好きなんだろうなと思いますね。だからもう、ね、確かにね、三国志でもそうですけど、もう曹操さんでやったらめちゃくちゃね、楽ですし、あ、で、まあ、あと、東卓さんか。東卓さんでやったりすると、序盤はね、東卓さんでやったりすると、電光石火でやる分においてもうめちゃくちゃいいんでね、時間経っちゃうとね、歴史通りなくなっちゃうので寿命が短いのでね、人もあれなんですけど、私もね、三国志13、一番最初誰で解いたかっていうとね、誰で解いたかっていうか、東卓さんの配下で解きましたからね、あ、ごめんなさい、今飛ばしちゃった。東卓さんの配下で解きましたから、まずね、もう私最近ね、13からかな、光栄さんの SL10 をやるときに、とりあえず先解こうっていうことでやりますね。で、とりあえず先、誰でもいいから解いてみようって、もう昔みたいにね、この人好きだからって言うんじゃなくて、もう誰でもいい、とりあえず解いて、コツをつかもうっていうような感じで今、なってますのでね。なので、結構、もう昔だったら、ね、絶対東卓さん、私、まあだから三国志1で、昔はね、絶対東卓さんでプレイしたことなかったんですよ。なかったんで、あ、まあ東卓さんは実際プレイしたことないんですけど、昔だったら東卓さんの配下でも絶対やらないよと思ってたんですけどね。まあでも、ね、三国志も結構、あれじゃないですか、女英さんとかね、見直されてきて、東卓さんの配下だけども、結構見直されてるよっていう感じがしますのでね。で、あとまだある？まだあるね。ただね、これだけはちょっと一気にやっときたいなと思うんですよ。後で忘れたらめんどくさいなっていうのがあるんで、ちょっとごめんなさいね。道路のあれと一緒でね、私これ使ったでしょ、さっき人書で。道路のこれって本当当てにならないんでね。人書当てになるのかな？あ、外しちゃったね。道路のやつは本当当てにならないんでね。うわ、13分来ちゃった。道路整備の、あれは本当当てにならない。よいしょ。で、あとは？あと四国？あ、四国ちょろちょろあるね。まあ、最終的にわけわからなくなったらまたほったらかして、あれでやろうかなと思ってますけどね。お任せ。でも、お任せでも埋まらないとき埋まらないからね。道路整備も一瞬見失うとね、もう一回見失っちゃうと、もうなかなかダメになっちゃう。うわ、これどっちだろう。中村御所の言っとけー。という感じで。あとここですね。これどっちだ？あ、これは大須だね。大須って言うんでいいのかな？大島なのかな？あと何だい？どこだい？どこだい？どこだい？ああ、もうわかんなくなっ、ああ、ここか。ここはどこだい？うわ、三つ。ああ、三つ石が、いや。天神山かな、これが一番近いような気がするね。まだある。あ、あった。ここは、あ、これは三石ね。はい。で、これは、あ、これ次のターンも行くね。今ここにあったのがなくなったでしょ。その管轄にあるところで行動を起こせる人がいないよっていう意味だね、あれね。姫路城に入れたいけど、あ、こっち入れようか、室津に。いやあ、ここもあるわ。武田城かな。あ、武田城行きたいわ。これ、雲海が見れるんですよね、武田城ね。行きたいな。武田城、本当に行きたくなってきますね。今年行きたいな、思ってるんですけどね。なんです。本当はね、忙しかったはずなんですけどね、ここのとこ。
納期を2月にしてほしい案件の仕事がまだ入ってません。2月なってんのに。これで受注して2月に納めてって言われたら私怒るよ、ほんとね。まあ無理ですけど、絶対ね。なんかね。で、あとまあもう一件がね、ちょろちょろってよ、話が来てるので、ただまあ、そんなに忙しくないような感じですね。ちょっと肩透かし食らっちゃってる状態ですけど。よいしょ。なので、ちょっとね、どうなのっていう感じがするんですけど、まだいける？もう15分になっちゃったけどね。で、こっちかな。まだいけるか。あ、これか。どっちに？あ、こっちだね。はい。これはね、もう結構、あ、でも境地でちょっと、あ、でも大丈夫か。武田はしばらく大丈夫だからね。さあ、武田いつ襲いかかろうかな。武田だね。ちょっと、秀吉さんはもうちょっと置いててもいいのかなと思いますね。うわ、これも3つだ。あ、観音寺城でいいでしょう。で、ここは？あ、ここ、ここも観音寺城でいいでしょう。ただ、これよりも、あ、でももう、もっと作業芸になるからね。この後。まあ、とりあえずこれでいいか。あ、まだあったわ。これは鳥取城だね。いや、まだあるんだけど、どこだこれ。どこにあるんだ。いや、ちょっと、あ、ここか。で、桐山御所？ああ、もういいかな。もうちょっと、正直わかんないや。あ、ちょっとね、じゃあね、いい時間になっちゃいましたね。この辺で終わっておきたいと思います。信長の野望戦国立伝ですね。終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。